旧約聖書のイザヤ書の52章13節から53章12節、ちょっと長いですけれども、52章の13節から53章の12節までとなっております。司会者は口語訳の聖書でお読みいたします。それでは拝読いたします。イザヤ書52章13節から53章12節。見よ、我がしもべは栄える。彼は高められ上げられ、非常に高くなる。多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。彼は多くの国民を驚かす。王たちは彼の家に口をつむぐ。それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。誰が我々の聞いたことを信じ得たか。主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしみを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って己の自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。彼は虐げられ苦しめられたけれども口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐の裁きによって取り去られた。その代の人のうち誰が思ったであろうか。彼は我が民の永遠のために打たれて、生ける者の力を断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を永遠の供え物となすとき、その子孫も見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。それゆえ私は彼に大いなるものと共に物を分かち取らせる。彼は強い者と共に獲物を分かち取る。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、咎がある者と共に数えられたからである。しかも彼は多くの人の罪を負い、咎がある者のために取りなしをした。アーメン。本日はこの聖書箇所から、主のしもべの、しもべの喜びという題で西郷牧師にメッセージを取り付けていただきます。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。今日も共に主を礼拝できていることを心から感謝をいたします。今日はこの与えられているこのイザヤ書の52章13節から53章12節、この主のしもべの歌の4つ目でありますけれども、この聖書の箇所から主のしもべの喜びという題でメッセージをさせていただきます。ある人が空港で飛行機を待っていました。ちょっと小腹が空いたのでポテトチップスを買いました。そしてカバンと一緒に横に置きました。さあポテトチップスを食べようと横にあったポテチの袋を開けて食べ始めました。そしたらですね、隣のおばさんが
そのポテチの袋に手を入れて一つ食べたんです。えっと思っておばさんをじろっと睨みました。そしてその袋に手を入れて一つ食べました。そしたらですね、おばさんの方もこっちをじろっと見て一つ食べたんです。このおばさん、喧嘩売ってるのかなと思ってですね、今度は二つ取って食べたんです。おばさんもそれ二つ食べました。おいと思ってパクパクパク食べたんです。そしたらそのおばさんもパクパクパク食べたんです。最後の一つ、おばさんの方がそれを手にしました。そしたらおばさんはニコッとこっちを向いて笑って、それを半分に割ってどうぞって渡してくれました。なんだそれと思ってですね、それを受け取って、僕これ僕らだぞと思って食べて、その時にですね、飛行機の搭乗の開始のアナウンスがありました。さあ時間です。搭乗される方は列に並んでください。ナンバーゲートからご搭乗ください。そして、あ、そっか、いや隣るんだなと思ってですね、そのおばさんの反対側に置いてあったですねカバンを取ろうとして気がついた。自分のカバンと一緒にポテトチップスの袋がそのまま置いてあったそうです。あ、気がつきました。ここで大きな世界の転換が起こります。それまで本当にずずしいな、なんだこのおばさんはと思ったそのおばさんは、急に愛嬌のある優しいおばさんに見えてきました。そして自分はなんだこのおばさんはと思って、正しいと思ってやってきたんだけど、というかまあおばさんが食べるのを許してやりたいいやつと思って来たけれども、とんでもない、自分がなんて、自分の方がなんてずうずうしいやつなんだと分かって恥ずかしくなったというのであります。これを何というかというと、パラダイムシフトと言います。世界観がガラッと変わってしまった時に、同じものを見てるのに、同じ2人でおばさんと自分で2人でですね、このポテトチップスを食べ合っている、この競争するように食べているその絵なんですけれども、同じものを見ているのに、それまでとは全く違ったものとして見えてくる、コペルニクス的展開とも言います。今まで太陽が地球の周りを回っていると思っていたのに、反対に地球が太陽の周りを回ってたんだと分かったときに、世界がガラッと変わりました。見ているものは同じなんです。でもその意味がガラッと変わります。ポテトチップスならもうどうでもいい話でありますけれども、私たちがクリスチャンになる、イエス様を信じるという時に、それはですね、全然レベルの違う大きさでパラダイムシフトが起こっています。いや、世界で一番大きな、私たちの人生の中で一番大きな、他のものには到底比べ物にならない、最大の本当のザ・パラダイムシフトが起こっているのであります。それも聖霊の力による、本当に私たちがちょっと気づいたのか、そういうレベルをはるかに超えた聖霊様の力によるパラダイムシフトが起こっているのであります。自分の人生、自分の考えで生きていくんだ、自分の人生だから自分で考えてこう決心して決めていくんだ、そう思っていた人生が、実は神様が中心で神様の導きに従って生きているときに本当の自分になれているんだ、本当に神様との関係の中で私たちが決断をしていくときに本当の自分になっていくことができる、世界観が変わるときに見えてくるものが全く変わってくる、愛されるために頑張らなきゃ、愛されるために一生懸命やらなきゃ、そう思っていたんだけれども、イエス様を知ったときに、神様はあなたが何をするそれ以前から、あなたのことを、あなたが頑張る前から、神様はあなたを
大きな世界観の展開が起こっていくのであります。実は今日のこの、主のしもべの歌の4つ目でありますけれども、この今日のこの聖書箇所も大きな大きな大きなパラダイムシフトが起こっているのであります。4つの主のしもべの歌がありました。その42章、49章、50章、そして今日は52章の13節から53章の12節、主のしもべの歌といわれるとても大切なこの聖書箇所であります。救い主はどういう救い主なのかということをはっきり語っているところであります。それは本当に世の中の人々の救い主のイメージを本当にひっくり返すようなものでした。ユダヤ人の中で受け継がれてきた救い主のイメージをひっくり返すようなものでありました。この聖書箇所は実は旧約聖書の中で一番はっきりと、旧約聖書のいろんな聖書箇所の中で一番はっきりとイエス様の十字架の意味を予言しているところであります。この聖書の箇所の中で本当に今まで私たちは救い主ってこういうものだと思ってきた、こういう人を見たらこういう存在だと思って、でもそうじゃなかった、全然違うんだ、パラダイムシフトが起こっている、神様の恵みによって神様の力によって世界がひっくり返るような出来事が起こったんだ。主のしもべは捨てられた人でした。53章の2節から読んでいくならば、主のしもべは捨てられた人だった、侮られた、本当に美しくなかった、そしてそしられていた、バカにされていた、悲しみの人だった、病を負っていた、本当に惨めな歩みをしてきた。だけど5節6節を見るならば、そこででも分かっていなかったのは私たちだった。私たちが羊のように迷って自分の道を歩んでいた、それが問題だったんだ。このしもべは私たちのために、私たちの罪のために傷つけられて訴えたんだ。この5節6節が転換点になって、この主のしもべの意味がガラッと変わっていくのであります。そのことが分かってくるときに神様のメッセージが見えてくる。今日はそのことに注目しながら2つのポイントでお話をしていきたいと思います。第一が主のしもべの苦しみということであります。主のしもべは人に捨てられて悲しみの人だったというのであります。この先ほどちょっとお話したように2節3節を読むならば、そこには主のしもべがこんな状況に置かれていたと書かれています。もう一回言いますね。彼は主の前に若木のように乾いた地から出る根のように育った。ちょっと説明しますけど、口語訳では若木って訳されていて、なんか若木っていうとなんかこれからがあるようなこの生き生きとしたようなイメージがありますけど、実はこれはそうではなくて、乾いた土から出てくる、この乾いた土から出てるね、そこから出てくるようなこの若木であって、本当に弱々しい若木という意味だそうであります。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を負っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。この聖書箇所を読むならば、私たちは例えば私たちがこのような状況に置かれたら、ここから脱出することを願う、こういうところから私たちを解放してください、救ってください、力を与えてください、私たちはそのように祈るだろうと思うんですね。見る姿もなく威厳もない、ね、私たちちゃんとしなきゃいけないな、威厳がなくちゃダメだな、美しくない、いや美しくなろうと私たちは一生懸命になります、少しでも美しくなろうと一生懸命になります。悲しみの人、悲しみを乗り越えようとします。病をしていた病を克服しようとします。
なんとかこのような2節3節の状況から脱出しようとします。こういうことにならないようにと私たちは頑張ります。でもこのしもべはそのようなところに置かれた、そのようなところに歩まれたのであります。それは私たちの痛みや悲しみを分かってくださるためでありました。それは5節6節のこの転換点、これをこの転換点から見るならば、この方は私のため、私たちのために命を与えてくださったんだ、私たちのために全てを成り出してくださったんだ、そのことを土台にして考えるならば、それは私たちのことを分かってくださるためでありました。分かってもらうって私たち嬉しい、本当に分かってもらうって、自分の痛みや戦いや悲しみや、それが分かってもらえるって本当に嬉しい。同じような経験をした人がいて、本当にあなたの気持ちが分かるよって。表面的じゃなくて、ずうずうしくじゃなくて、でも本当にそのことを分かってくださって、あなたの気持ちが本当にどんな辛い中にいるか、どんな苦しい中にいるかって分かってもらえると、どんなにありがたいことかと思う。イエス様はそのように私たちのことを分かるために、私たちの痛みや悲しみが分かるために、イエス様は悲しみの人となってくださったのであります。ヘブル人の手紙の2章の17節から18節にこのように書かれています。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪をあがなうためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にいる私たちを助けることができるのだというのであります。イエス様は私たちのことが分かるために、私たちの痛みや戦いや日ごとの中でなんと悔しい思いをしたり、屈辱的な経験をしたり、そういう苦しみ、いやイエス様知ってますよ、いやイエス様がそんなこと知ってるんですか、そうです、誰よりも知っている。イエス様は本当にバカにされて罵られて、お前救い主だった、降りてきてみりゃいいだろう、神の子だろう、神の子だったらこうすればいいだろう、本当にバカにされて、そこまでバカにされることが、人間ってどこまで人をバカにすることができるんだろうか、どこまで醜い言葉で人をバカにできるんだろうか、それをイエス様は通ってこられたのであります。私たちが本当に悔しい思いをしたり、悲しみの思いをしたり、そういうことをイエス様は分かってくださる方であります。そしてイエス様は神に打たれたんだって、それもこの4節を見るならばね、こう書いてありますよね。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを気になった、しかるに我々を思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたんだ。彼が苦しんでるのは神様に打たれてるんだ、神様に打たれてるんだって、本当に神様からこういう仕打ちを受けてるかわいそうだなって私たちは見ていた。でも5節を見るならば、しかし彼は我々のところのために苦しめられた。でも本当のところを言うならば、なんてかわいそうなんだろうと私たちはイエス様のことを見ている、なんて悔しかっただろうかってイエス様のことを見ている。でもそれは本当のことを言うならば、私たちの罪を背負ってなんだよ、私たちの罪を背負ってなんだよ、すべての不義を彼の上に置かれた。6節の後半に書いてありますね。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。私たちの上にある罪を、私たちが持っている罪をイエス様の上に置かれた。本当私たちが追って歩かなきゃいけない、一生追って歩まなきゃいけない罪をイエス様が代わりに追ってくださった。いや、それだけじゃない、一生追うだけじゃない、これは私たちの罪として私たちが裁かれなければならない、それをイエス様の上に置いた私たちは許された。それがこのイエス様の十字架の、私たちが追うべきものをイエス様が代わりに追ってくださった。イエス様の十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかって祈られた。この聖書の言葉は本当に問題なんです。
なんでイエス様は神様に捨てられたっていうふうに祈ったんだろうか、いろんなことが言われます。この詩編の22編のね、我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかって、その22編の言葉をそのまま暗唱してたんだ、イエス様はその22編を暗唱してたんだっていう話も聞いたことがあります。だからイエス様はね、本当に捨てられたと思ったわけじゃないよ、そういうふうに言う人もいます。でもそうなのかなと思う。本当にイエス様だって罪の塊だったじゃないですか。私たちの全時代全世界の罪ですよ。全世界の人々の罪、全時代の人々の罪を、私たち自分の罪を背負うだけでも大変です。それなのにイエス様は全ての人々の罪を背負って十字架にかかれた。その苦しみがどれだけだったのか。十字架が痛かった、痛かっただろうと思う。本当に釘を打たれて、この頭には岩の冠かぶせられて、そして体をこの苦しいから持ち上げると足が痛い、もう本当にこの足が痛いからと思って足を下ろすと今度は体が痛い、本当にそういうような苦しみの中で、どこまで人を苦しめられるか、そういう刑罰だったそうであります。そこで肉体的がどれだけ苦しかったかと思う。でもそれ以上にそれを何倍も超えて、私たちの罪を負ったのがどれほど苦しかったのか、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかって、私たちが負うべき罪を負ってくださったがゆえに罪の塊となって父なる神に捨てられた。いつもお父ちゃんお父ちゃんと神様に祈っていた。お父さんでいつも祈っていた。でもこの時だけは我が神我が神って、神様から断絶されて、神様から捨てられて、我が神我が神と祈らないではいられなかった。それは私たちの罪を負われたからです。イエス様はここで黙っていたとも書いてあります。7節ですか。彼は死へかけられ苦しめられたけど口を開かなかった。ほふり場に吹かれていく子羊のように、またけを切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。何も言えなかったのではない、何も言わなかった。イエス様は苦しくて惨めで何も言えなかったのではない、何を言っても無駄だって言って諦めていたのでもない、イエス様は何も言わなかった。人々の罪を負う使命を負うために、全ての人の罪を負うために、イエス様はこの罪を負う使命を完成させることが何よりも大切。後でまたお話しますけど、イエス様の生涯を通して十字架なんかやめろ、十字架なんかやっちゃえ、自分を犠牲するまでやめちゃう、サタンは何度も何度も言ってきました。やめろって、あなたが自分の人生を犠牲にしたとしても、いや自分の人生で自分のことをあの十字架につけたとしても、あなたが自分を与えたとしても、人々なんてそんなこんなあなたが犠牲にしたってしょうがないよ。サタンはイエスのことをもうちょっといい方法があるんじゃないのって、もうちょっと楽な方法があるんじゃないのって、イエス様に誘惑を仕掛けていったって聖書に書いてあります。でもイエス様はそれを退けて十字架の道を歩んでいかれたのであります。それは私たちの罪を背負うためだった。これが私たちの信仰の中心です。これが私たちの信仰の土台です。これがあるから私たちは神様の前に立つことができる。イエス様が本当私たちが負うべきものをイエス様代わりに負ってくださったから、今年の私たちに当たる聖書箇所、聖書の言葉もそうです。私たちは主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。なんで喜べるんですか。みんなで礼拝するの嬉しいから、そうやりましょう。でもそれだけじゃない、もっと深く遠い深いところにあるのは、イエス様が私たちのために十字架にかかって死んでくださったから、イエス様が私たちの罪を背負ってくださったから、そのイエス様の十字架があるから、私たちは喜んでイエス様と共に行くことができる、感謝を持って礼拝を捧げることができる。本当にそのことを感謝して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。主のしもべの喜びです。主のしもべは苦しんで惨めで、それで終わりではなかったのであります。もう本当に大きなパラダイムシフト。
イエス様の十字架は苦しくて辛くて、イエス様辛かっただろうな、苦しかっただろうな、それで終わりじゃないのであります。十一節を見てください。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。イエス様が見ていたのは光でありました。これ実はですね、これ訳によってちょっといろいろ違うんですね。口語訳ではそうなってますけれども、新改訳だと、新改訳持っている方も多いと思うんですけど、新改訳だと苦しみの後を見て満足するって書いてありますね。苦し光って言葉は出てこない。でも苦しみの後の結果を見て満足するというふうに訳されています。新共同訳はその実りというふうに訳していますね。苦しみの実りを見てそれを見知って満足する。いつも紹介しますザ・メッセージという訳では、 He will see that it's worth it、 その価値がある、その価値があることをイエス様はご覧になった、そのように訳されています。訳はそれぞれ微妙に違うんですけれども、意味は明らかです。私たちが救われて喜びにあふれて歩む姿、永遠の命をいただいて神様と共に歩む姿を見て、イエス様は十字架の上でそれを見て喜んでいらっしゃったというのであります。このザ・メッセージの訳で10節を見るならば、この10節のですね、この後半ですね、彼は自分の戸川を備えもとなすとき、その子孫を見ることができる、その命を長くすることができる、そう訳されているところ、ザ・メッセージではこういうふうに訳されています。 Still it's what God had in mind all along to crush him with pain. The plan was that he gave himself as an offering for sin so that he'd see life come from it. Life and more life. And God's plan will deeply prosper through him. Life and more life. 命がより豊かな命が溢れるために、イエス様はそれをご覧になっていた。 He see life come from it. Life and more life. ここには敗北者の姿はありません。勝利者です。イエス様は復活したから勝利者なのではありません。十字架にかかられたから勝利者なんです。十字架にかかれた勝利者だからよみがえられたのであります。十字架でご自身を与えられた、そのこと自体が勝利なのであります。イエス様のこの十字架は敗北ではありません。本当に苦しかったでありましょう。ボロ雑巾のようになって死なれました。我が身どうして私を見捨てになるんですかって、そのように叫ばないではいられませんでした。でもそれは敗北者ではありませんでした。勝利者でした。イエス様はご自身を与えることを通して私たちのうちにあふれる命をご覧になっていたのであります。サタンはイエス様を十字架にかけないようにと必死になりました。何とかしてこのイエスの十字架を阻止しようとサタンはいろんな方法を使いました。そのイエス様が3回の誘惑にあったことが聖書に書いてあります。この最初の2つの誘惑は、あなたが救い主だなって、あなたが神の子だなって言ってますよね。あなた神の子でしょ、救い主でしょ、石をパンに変えなよ。それはイエス様がお腹を空いたから。イエス様がこの私たちとね、同じ肉体を取られてお腹が空いた時に、私たちはどんな惨めな気持ちになるか、どんな苦しい思いをするのか、イエス様ご存知だった。そこにサタンが語りかけた。ほら、人間って食べ物ないと大変でしょ、悔しいでしょ、苦しいでしょ、石をパンに変えなよ。あなたの目の前に広がっている石をパンに変えなよ。人々喜ぶよ。十字架なんかやめろよ。言い換えるならば、人間なんて
お金があればいいんだよ。お金を食べるもの、お金必要を満たしとけよ。そしたら人間はそれで十分なんだから、十字架なんかやめろよ。昨日中高生の集まりにあってね、書き初めやりました。書き初めやって、その中でまああのね、どこまで本気か冗談か分かりません。補冗談だろうなと思うんですけど、お金が大切みたいなね、お金が命みたいな、そういうのを書いてるよ、書きましたけど、そうですね、いやどこまで本気なのかなと思いましたけれども、とにかくですね、だけど本当にサタンは私たちにそう言ってくる。お金こそあなたに喜びを与えるよ、力を与えるよ、命を与えるよ。イエス様に対しても人間なんてお金あげたきゃいいんだよ。イエス様はそれに対して退けられました。人はパンだけで生きるものではない、神の口の奏でる言葉によって生きるんだ、神様の御言葉によって生きるんだ、神様の愛の御言葉によって神様から力をいただいて私たちは生きていくんだってイエス様おっしゃいました。2番目のこの誘惑は奇跡ですよね。人々がびっくりするなどをしなさいよ。そう、人々はエルサレムで救い主が突然現れるのを待っていました。ほら、人々に期待に応えなさいよ。人々は奇跡を求めてるよ。さあ飛び降りなさいよ。天使はあなたを守るって書いてあるから大丈夫だよ。その時にイエス様は、この神は神を試してはいけない、神を滅んではいけない、このサタンの誘惑は人間なんて奇跡を見せておけよ、それで十分だから、十字架なんてそんなのやめとけよって。そして最後にサタンは言いました。ほら、この国、この富、この人々をご覧よ。これは私が自由にできるんだよ。これを今あなたに飽きるよ。サタンが自分の支配のもとに収めているこのもの、人々、その人々をお前にやるよ。究極の誘惑ですよね。これをお前にやるよ。手放すよ、私は。サタンは言いました。それに対して、イエス様はおっしゃいました。あ、このごめんなさい、一つ条件がありました。サタンは、ただ私を拝めばいい。私に服従すればいい。私に従えばいい。それに対してイエス様はノーとおっしゃいました。そんな方法で人々のことを私のところに迎えるんじゃない、神様だけを礼拝するんだとおっしゃいました。サタンはその後離れたというふうに書いてありますけど、でもイエス様の生涯で何回も何回もイエス様に同じ攻撃をしてきました。あのペテロがですね、あのイエス様が初めて十字架のことをお話になった時にね、苦しみのことをお話になった時にペテロは言いました。イエス様、そんなことがあってはなりません。そんなことがあってはなりません。イエス様、あなたは救い主ですよ。私たちのホープですよ。私たちの希望ですよ。そんなことがあってはなりません。そう言った。その時にイエス様はペテロに何て言ったか、引き下がれサタン。ペテロの言葉の中にサタンの声を聞いていた。イエス様、私の期待する救い主になってください。十字架なんてそんなのやめてください。苦しむなんてそんな方法じゃないですよ。サタンはイエス様にどうずっと攻撃をしてきて、十字架の下でも人々の言葉を借りて攻撃をしてきました。あなたが降りてきたら、お前救い主だろ、神の子だろ、降りてきたらあなたを信じる、降りてきて自分を救ってみろ、そしたら信じるよ。でもイエス様は最後まで降りませんでした。どうしてでしょうか。私たちの命を見てるからです。Life, life, more life。私たちが喜びにあふれて、感謝にあふれて歩んでいく姿を見ていたからです。イエス様にとっての喜びは、イエス様にとっての力は、私たちが救われて、私たちがイエス様を信じて、神様を祈って、神様によって力をいただいて、聖霊様に満たされて歩んでいく、その姿を見てイエス様は満足していらっしゃったというのであります。ここにあなたのことも入っています。イエス様の十字架の上であなたの姿も見てご覧になりました。
そしてその十字架の上でその光を見て満足していたのであります。あなたのうちに灯る光を見て満足していらっしゃったのであります。あなたのうちにあふれる光を見て満足していらっしゃったのであります。このイエス様の愛を、本当にこのイエス様の情熱を受け止めようじゃありませんか。ここ数週間ですね、メッセージの最後にいろいろチャレンジをしてきました。私たちもこの愛をいただいて、今度は私たちも愛するものになりましょう。私たちがイエス様がしもべとして歩んでくださって、私たちもしもべとして歩みましょう。それはまた今日も私たちも私たちに問われていることです。でも本当に本当に今日このことを話したいと思ってありますが、それ以上に私たちが応答する以上に、この愛の中に、神様の愛の中に身を沈めようじゃありませんか。慌てて応答するよりも、慌てて愛する側に立とうとするよりも、神様の愛をいっぱいに受けようじゃありませんか。お風呂に身を沈めるように、お風呂に浸かるように、神様の愛に身を沈めようじゃありませんか。私はあの十字架の上で、あなたの輝く姿を見ていたんだよって、あなたの光を見ていたんだよって、私はそのためにサタンの誘惑を全部退けたんだよって、罵る声も耐えてきたんだよって、その神様の愛に、イエス様の愛に身を沈めようじゃありませんか。私の恩師がいつも言っておられました。私たちは穴の開いたバケツのような存在だって。よくそう言ってました。神様の恵みをいただいても、すぐに穴から流れ出て空っぽになってしまう、そういう存在だって。役に立たない。でもその穴あきバケツにも水をいっぱいにする方法がありますよ。穴あけバケツも水がいっぱいになる方法がありますよ。それは水の中に沈めてしまうことですよ。なんだってことですか。水の中に沈めてしまうことですよ。正直言っていまいちわからなかった、その時。でも今日本当にそうだなと。ああ、自分は穴あきバケツのような存在だなって思う。でもこの神様の愛の中に本当に身を委ねていくときに、穴あきバケツも水がいっぱいになる。それは自分の中にその力があるんじゃなくて、命のあふれている、水のあふれているイエス様という方の中に身を委ねていく、身を沈めていくときに、私たちは命あふれるものになっていく。本当にこの神様の愛に身を委ねていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。本当に今日ゆっくり時間をとって一人一人の祈りを神様にお捧げしたいと思います。本当に神様が私たちのことをどれほど熱い思いを持って、どれほど大きな情熱を持って愛していらっしゃったのか、そのことを覚え感謝したいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがどれほど大きな愛を持って私たちを愛し、御子イエス様、神のしもべである御子イエス様がどれほどの大きな情熱と